繋がらんのは嫌だよね。うん、繋がらんのは嫌だよね。なんか今後のこの焙煎を占ってるみたいですごい嫌ですね。2つ続けて電池が切れると思います。いや、電池が切れたって、電池はもう入れ直したんで、もう電話発電大丈夫。カツ丼食べたし、今日食べて、カレーももらったし、できる限りこう
しよう。読みの方。いやでも明日コロンビア一回やりたいんですよ。じゃあコロンビアが勝てまーす。明日やりたいなぁ。1個取っておいてもらいます。1個でいいの？ 1 個、2個。はい、取ります。コロンビアは10.5。これやった後そのまま連続で焙煎してちゃう。え、何の？これやったと連続でどんどん焙煎する。無理じゃないの。いつもそれできないできじゃん。できない。うん、で、一回止めるよ。そこまで容量ないじゃん。まあ容量悪すぎっていう話。さあ、コロンビアがてどっちか。まだの、あ、昨日のガテマラ。深入りと、深入りじゃない、なんていうのかな、中入りぐらいまでの余熱を変えることにしまして、深入りの方はちょっと余熱を弱めに。まあここの焙煎機に言えることだけでいいよ。
よその焙煎機こういう焙煎しないから。未だによその焙煎機は三段焼きしか教えないんで。こんな複雑なことここだけでいい。なんかでも結構理にかなってるよね。めんどくさいから1段階で余熱をかけるのが多分主流だとは思うけど、そうなんですかね。僕は大体1段階の余熱しか大体教えてくるので、Thank you.
ど、いいか。いや、私伸びると思ったんだけどさ、伸びんかったね、早かったね。やっぱ外気温が低いと熱たまりやすくなってきてるような気がする。だから昼間は当てにならないんだよね。とこの部屋が暑いか。昼間の熱をまだ窯が持ってるか。いや、それはない。それはない。窯が十分冷えとった。27度切ってんだ。それ冷えてるとは十分までいかない。まあまあ。4分30秒経過。多分遅れないよ。遅れることを期待したのに早まるかもしれない。いや、完全に多分冷めてないんですよ、これ、卵が。っていうのと、やっぱね、気温が低くなると温まりやすいんじゃない。まあ、準備バンバン。ああ、いい。あれ？ああ、高いね。これはもうちょっとですよ。あ、そう。じゃあ、これは、あれですよ、いわゆる、皆さんが、やってます。あとなってるじゃん。上がってかないよ。いいじゃん、切り始めたら上がって下がってじゃん。やめてみんなにしようか。すごいご機嫌だね。本当か？ちょっと、いいか。じゃあ、電圧計なんか全く動いてないけどね。シッと止まってたけど。多分、電圧が不安定なのかね。あら、あらあら、まあまあ、ダメですね。もう黒くなってるじゃん。7分経過。え、切った？え、切った？切ったよ。これね、パイプがこの問題なんだ。パイプの線を上回らないあたりくらいが私はベストだと思っているので。はいはいはい。とりあえず上回らないけど。そう、でもね、ここのとこちょっと上回っちゃうんですよ。ただ、中入りとかの火力強くいきたい場合は上回っててもらわないとダメだと思うんですけど。
なんか早いわ。10秒ぐらい早くなっては前に行ったわけ。うん。
このまま次はもうここから合わせてみて。よし。ダメだな。もう入れて。値段落とした。14分経過。1がないので、7.7。7.7。
あ、目がすごい短かったね。豆のボリュームあるよね。何回止まったんだろうね、今日。あれ？どう止まった？わからん。ハンドピー、生ハンドピックしたからさ、風の揃いも良かったし、そうだね、あるし。10分30秒経過。もうね、焙煎後のハンドピック、極力やりたくないから、生でも。だね。いやだってハンドピックしてますもん。もほとんどね、あれだよ。それよりもこれクレーターが少ないんだよ。そのうちなるんじゃないの？時間が経ったら。まあ、なることはあるけど、この段階であんまり出てないのがすごいなって思います。あのね、ゼニアの豆ってこの、フラットのじゃないこう球面の方っていうの、にポツッとこうね、虫食いじゃなくてなんかね茶色いね、なんていうの、穴でもないんだけどボコッとなってるところがあるんですよ。そういうのが多いの、ものすごく。で、それもしかするとそういうところがクエクエカじゃなくてなんだっけ、丸く穴開くやつ、穴開くやつなんだっけ、クエカじゃなくてなんだっけ、あ、僕クリエイターって言っちゃうけど、あ、僕クリエイターって言うけど僕が勝手に呼んでるだけだから、そういうことになるのかな、変わるのかなとか思ってたみたい。そうだね、極力外した。動きが苦労してる感がある。それはこれがレッスンからこの思いが来てるのよ。あ、ほら今プチプチっていうか、これからこうコツコツできてくるんじゃない。
まあ熱あるけど、ね、冷房かければよかったかな、バイセン。いやいや、熱いし。浅い方？はい。浅い方行く。こっちが甘さとか、ボディとか、うん、ちょっと重ための感じを楽しんでもらって、浅い方は酸味を楽しんでもらいたいと。はい。ほや、あら、はい、あ、結構できてるよ。いや、そうは言うけど。はい、こっち向きました、カメラ。はい。そや、この前樋口さんとこ行ってきましたよね。うん、うん、で樋口さんが、芸者を焙煎したあのも、ビデオで撮ってきたんですよ、うん、まだあの公開までできてないんですけど、うん、多分今日こういうコンピューターが動いてるので、うん、これで今日多分編集をちょっとやって公開まで持ってこうと、うん、で、この玉木の方の、今回ケニアの深入りの方と、うん、で明日浅入りの方で、でその後、芸者がですね30日、それもバラさんなんと、そうですね、に本焙煎をやるということですね、一応そういう予定で、できたというか、うん、だから今回の、芸者に関しては、樋口さんとこも結構自信作を持ってきますんで。今ね、うん、熱風一歩リードって感じです。まずい。まずい。あのね、昨日、おとといだったっけな、うん、焙煎したじゃないですか、エスミラーズ、ディスカバリーで。1回目。で、同じ日にですね、樋口さんも偶然にも、うん、あの後、うん、2回目の焙煎をしたらしいですよ、芸者を。はいはい。もうね、出たよ、素晴らしいっていう、素晴らしいフレーバーが出たと。あ、それ、うん、
前回見に行った時は、うん、ね、ああ今年の芸者そんなに良くないかなみたいな感じはちょっとあったよね、うんうん、あの奥さんの前に、うん、事前のカッピングがあって、うん、で樋口さんと一緒に味確認してるんですよ、はいはい、だから私と樋口さんは、うん、今回の、うん、マリオエネルの、うん、あの香りだとか、うんうん、酸味だとかっていうの知ってるんですよ、うんはい、でそれは出てなかったじゃないですか1回目のこの間の、うんうんうん、だけどねそれ出たよっていう報告を受けましたね。あの去年よりいいと、うん、で去年うちマリオのパスクワっていう、うん、あのやっぱりあのハラミード地区のオークションロット、うんはい、販売したんですけど、うん、ティグさんとかも同じものだったんですよ、うん、マリオパスクワだったんですけど、はいうん、だから去年よりいいと。あなるほど、うんなんかあれですよね、こうもらってきた芸者を捨ててもいいぞみたいな。いやもうあれ捨ててって言われたのではっきり言うと。あそうですか、うん、あのこの間焙煎して1回目のやつもらってきたんですけど、うんうんうん、もうあれは捨ててくれと。あれなかったことにしてもうあんなの捨てちゃってっていう感じになったので相当自信だね、うん、ちょっとね一歩リードされてる感じです。うわー頑張らなきゃ。頑張らないといかんですね。はい、ということで、ですね、この芸者のセット、はい、芸者のセットはですね、どうなってるかと言いますですね。ん？何何何何？ああ、ゲ。え？なな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 。なんだなんだ？動いてんのかな？大丈夫かこれ？ちょっと怖いですが、そうですね。はい、そうですね。そっちの方は大丈夫です。動いてます。大丈夫です。動いてます。でですね、これ予約開始しましたので、はい、ご検討ください。うん。ね、私ね、今日言いたかったことが一つあって、はい。何ですか？コピーラック。うん。なんですけど、うん、今日ねお客さんが、うん、この間 NHK でコピールワークのことやってて、はいはいはい、で、うん、私ちょっとその番組見てないんですけど1杯6000円、わおとか、あら、おかしい話をちょっとどういう放送されたのか確認してないのかないけど、うん、っていう話がちょっとありまして、うん、ただですねうちのめちゃくちゃ美味しいです。で、17,200円なんですけど、うちは、うん、20杯飲みます。ああ、じゃああれじゃないですか、6000円のコピールワークよりは。そう、だからね、本当にね、これね、私もね、初めて焙煎して、うん、純粋にコーヒーとして美味しかったんですよ、うん、で、これ一押しな部分があって、うんはい、もうあと10月も今日26、はい、なのであと5日じゃないですか、はい、なのでもしよければそちらの方もご検討いただきたいなと思って、はい、一応メインはあのあれですね、樋口さんとうちの、はい、芸者のセット、芸者のセットを、予約販売でございます。といってもまだ物はできていません。